最終週ね金曜日になりましたけれども、えー、もうあなたにとってこの4月はどうでしたか、ちょっと振り返ってみるだけでもです、ね、でああ、私にとってもですねネオ・パラダイスネオレムリアン・パラダイスでとかね、いろいろこう起きた出来事、アイアシフェアとか、光の走るプロジェクトとかですね、すごい動き回りました。というわけで、ですねこれからもあなたにですね、この、えー、今日は、あ すごい神聖な運命をたどるというなんかテーマで降りてきました。というわけで宇宙連合を招いって最後までお付き合い願います。どうぞ。 こんにちは、穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそお越しいただきありがとうございますはい、えー、もう本当にですね4月 The End、最後ですねえー、もう本当にもうどれだけの ねえー、この体験を通して私たちは目覚め続けてきたのでしょうかというわけで今日もですねあの宇宙連合のメンバーが、えー、皆さんと本当に仲良くなるために私は使わされているんではないかと思いますし宇宙人の魂を持つあなた宇宙人と地球人のハイブリッドの方もちろん地球人の方は歓迎してくれていますので、えー、今日ですねさっきね言ったように あのディバインデスティニーっていうね、こう英語ですごい耳障り良くないですか。ええー、まあ、要は聖なる運命。 についてですね、えー、いよいよあなた自身の、えー、時が来ましたというねメッセージが来ていますので早速チャネルていきたいと思いますし、えー、コメントねいつもね本当にありがとうございますなんかコメントの中で皆さん宇宙人の魂を持つ方とか宇宙人宇宙の、えー、この宇宙連合とのね交流の中でき聞いてみたいというようなことがあったらぜひね残していただけたら嬉しいかなと思いますそれについてもチャネルていきたいなと思っているんですねで今日のチャンネルリングはライトランゲージーも含めてこのディバインデスティニーについて、ね のこの情報をやってきていますのでそれをお伝えします、えー、輝かしい地球の美しき、えー、宇宙人の魂を持つ人間になったあなたに対して私たちは敬意を表しますなぜならば、えー、肉体を持つということはあらゆる最高峰の周波数から、えー、最,最低の周波数までの体験をもう、えーまあ、覚悟した上であなたは地球に生まれてきたのです それはあなたの神聖な運命を選んだからのです。この神聖な運命というものはあなた自身がディバインセルフあなたの源の自分自身との完全なる融合を最もチャレンジな状況において手にするということを選んだ。 運命をたどっているもののことを言いますだからといって地球にいるすべての人がそのディバインデスティニーをたどっているわけではなくてもいいのですしかしながらあなたという存在がこの私たちとの交流を通してこの言葉を知ったからにはあなたのディバインデスティニーが 神聖なる運命が開かれているということに気づいてくださいまずはその宇宙人の魂を持ち目覚めあなた自身がディバインセルフと完全にこの地球上でコンタクトを取り続け融合し していくプロセスが始まったということがディバインデスティニーの扉を開いたということなのですそしてそれはすでに始まりその、まあ、始まっているということに自覚を持ってみてくださいその始まったことにどこに何をどのように意識を向けたらよいかということに頭ではなくあなたの魂がーネステでいあなたの魂がもう,がう,がう。 すでにそのディバイン・ディスニーの中で導き続けているということのへの信頼。 そしてどんなことがあってもあなたの直感から外れることなくまずはあなたの直感を信頼し直感が来たらですね考えるということではなくてすぐさま行動に移してみることによってそれでこの次の扉がまた開かれ続けていきます。あまりすなそうんでよ ディバイン・デスティニーというのは神聖な扉を次から次へとあなたは開きながらこの地上においてマスラティ・トマスティ地球天国新しい時代を担っていくということなのですそれはあなたが最も何の濁りもない純粋なあなたの真実を表現していくことが大事な のの道なのです神聖な運命への道というものはすでにあなたは歩き始めていますがそしてもちろんある時はあなたは寄り道をしたりそしてまた自分自身の周波数を落とすことも含めたレベルでこのスマラシネディオーシネディティンイエティティエテンシュマリティ この神聖な運命というものは、えー、あなた自身の、えーえー、さらなる、えー、この深いレベルのそのあなたの望み、えー、その望みというものは肉体を持つがゆえに感じられる欲求でもありその欲求があるからこそアファーストテ肉体が動き、えー、あなたの体が、えー、一つの 意しした方向向へと向かい、そして現スメステラスティすなわちディバイン・デスティニーという聖な神聖な運命を歩んでいるものの特権としてはス,ラチスピード実現ですね加速現実の創造主として存在するということが大きな役割ですミツロバティ、そして誰とも比べることもない 火の打ちところのないユニークな形で、えー、あなたという存在が表現されていきますプラスレティアスィア現にあなたが見ているあらゆるインフルエンサーの方々は、えー、何かのキャリアがあろうがなかろうがスマスタラチンスティディバインデスティニーという運命をたどったがゆえにディバインセルフとの、えー、融合のプロセスが加速しているわけで、えー、急激な たくさんののの人々の目覚めに貢献しているのですあなたもその一人であろうと言われているからこそ私と出会っているのです。そして「ディヴイン・デスティの振動数の中であなたが最も大切にすることはどんなことがあっても自己愛の意識を持ちながら自己愛は他者愛にもつな,ぎつながってそしてひいては ア条ラの愛につマラティネアわテでラスティネマスティそしてあなた方は、えー、あらゆる、えー、場面でそのあらゆる場面で何が起こるかというとですね、えー、こうシンクロの中でディバインアポイントメント神聖な約束を果たすメンバーとの深いつながりが、えー、起こっていきます。えー偶然 ということは一切なく必然でタイムリーに出会っていく仲間そしてまた旅立つ仲間もいることでしょうらせそんなことがあったとしても見送るということよりもあそれぞれの道が今ねあるのだということとそしてその出来事に対して悲しむとか残念があるとか 恨むとかそういうレベルの、えー、周波数からあなたが今自由になるタイミングです。ミでそしたらスマート必要な、えーこのえー、断捨離というような形で、えー、人間関係もそしてまたあなたが関わっていた地域とか そしてあなたが住んでいる場所においてもですね変化というものが起きているのであなたが変化すれば、えー、おのずとその場所から、えー、去っていくことになることでしょうそしてまた人間関係においてもディバイン・デスティニーを開いたものだからこそ新しいステージに行くために関係性が 一見壊れているような状態であったとしてもハススラミそれは目覚めと進化のために起きているということを信頼してみてください。ラだからこそ何よりもこの神聖な運命をたどっているあなたはよりあなた自身の人生のあらゆるシナリオが可能であるからこそ。 まるでアスマラチンで楽しい人生ゲームを開いていくようなそしてまた全く違うシナリオが現れたとしても驚くことなくそのシナリオを楽しみながら次のシナリオへと移っていきましょうアスマラチンで一つのシナリオであなたは生きているわけではないからです三つのトランステスでたくさんの平行現実というものをこのディバインデスティニーを選んだものに与えられた マルチな人生体験があるのですだからこそ、えー、一つの職業であったりとか一つ、えー、すごく、えー、情熱を注いでいたことから次の全く違うところに情熱を注ぐような出来事もあったとしても驚くことのないように「ディバイン・デスニー」これは神聖な運命を選んだあなただからこそこのメッセージを受け取りそしてまた今日受け取った一つでもあなたが気づいたことを大事にしてみてください。 私たちは常にあなたの、えー、神聖な運命とともにあるものです。という情報でしたけどいかがでしたでしょうかあなるほどなって最近やっぱりこの,、えー、このシンクロがすごいやっぱりまた加速して次から次に起こっていきなぜかというとこの神聖な運命をたどっている魂の仲間との再会であったりとか新しい出会いというものが起きている。 ことをすごく感じましたね。きっとあなたにも起きているのではないでしょうか。というわけで今日もね、穴口恵子のハッピースピリラライフにお越しいただきありがとうございました。で、また概要欄でにはですね、これからのですね、光の柱プロジェクトに関してもそうですけれども、新しい方向性とか気づきをですね、分かち合っている情報などもですね、書いてあるブログであったり、そして インスタもやってますので、ね、皆さんとね、いろんな角度から、えー、扉を開いていきたいなと、今日はこのメッセージを一緒にと受け取って、そう思いました。はい、もし登録のまだの方、ぜひ登録してくださいね。ありがとうございました。素敵な一日を。